もともとそのどんな少年期を長浜で過ごされてたんですか。周りはあの本当に田んぼでですね、で遠くにこう伊吹山が見えて、まあ景色はすごくまあ私はいいなと思ってますけど、あののんびりした田舎ですね、あの川行ったりなんか田んぼ行って自然と戯れるっていう、もうごく単純なアウトドア派だったんですか。まあまあそうですね、アウトドアです。あ、そうですか。あの家にこもって本読むとかっていうことはあまりしなかったですね。建築を始めようとされた何かきっかけがあったんですか。あの大阪万博、まあ、これはね私が10歳、4年生、小学校の4年生の時なんですね。行かれました。行きました。あ、そうです。連れて行かれました。あ、そうですか。半強制的にバスに乗せられて、だけどその時に見た建築は本当に驚きましたね。こんなことが本当に世の中にあるのかと思うぐらい驚きました。でそれがやっぱ建築に関心を持つ、まあ、きっかけ、始まりですね。で今あの映っているのはですね、私が、独立して10年間ぐらいですね取り組んできたプロジェクトです。28歳独立しましたから、まあ、あまり仕事ないです。頼まれもしないんですけど、それから10年間ぐらいですね、あの小さなあの公園のトイレとか、無人駅とかですね、駐輪場とかそういうようなものを作ってきました。特徴はあのコルゲート鋼板って波形の鉄板、まあ、これをあの採用しまして、なぜかというとですね、まあ当時頼まれるプロジェクトというのはまあ小さくて安いんですね。単価があまり使えない、コンクリートの半分ぐらいのまあ単価しかない。でしかしまあ面白いことをしたい、何かまあ池となるようなものをまあ作りたいというのがあったんですね。まあそういう意味で、建築としてそういう池の建築を作りやすいコルゲート鋼板というものをまあ採用したというのがまあ最初です。でこれは2年分ぐらい前に設計をしましたオーベルジュ元寿というあの高山の山の中で設計をしたあの小さなホテル、レストラン付きのホテルですね。で錆びてます、錆びた建築、なかなか一般的にはこれまだ需要されません。特殊会です。錆びてて大丈夫ですかと、どこがいいんですかと言われますが、これはもうエネルギーを最小限、建築作る上ではもう塗装しません。メンテナンスフリーです。作る段階で、もう非常にまあローコストでできます。波形の鉄板のことをコルゲート鋼板と言います。小さい波から大きい波、4種類ありますが、今まであの日本でよく使われてきたのは1、2型って2つなんですね。で私は3と4を使うことによって、より大きな空間を柱なしで作れないだろうかというふうにまあチャレンジをしてきたんですね。最も少ない材料で必要な空間を作っていく、単純化する、まあ、それがまあ私はやってみたいと思ったし、時代の要請でもある、次の時代の、価値観としても必要なんではないかなというふうに思ったんですね。当初からね、私はあるこうあのジオメトリーっていうね、幾何学性っていうのは建築を考える、私が考える建築には必要だというふうに思っていたんですね。まあ、簡単に言うと、陶芸のように手でこねて素晴らしい器、国宝になるような器を作るのではなくて、我々は図面を描いて、いつでもどこでも誰でもどんな職人さんでもそれを再現することができるし、北海道でも九州でも作ることができる、まあ、それが建築の、まあ、前提だというふうに考えた。ということは建築の生産システムさえもその当時に20代でもしかして考えられてた。考えませんか。そういうことなんですね。まあそういうのは意識してましたね。遠藤さんが今の若い人たちに向けて建築の可能性をまあ話すならば、どのような考えを言ってあげますか。まあ、いろんな考え方があるけれども、まあ、私としてはね、建築は社会を変える力がある、でそれはよく変えることもできるし悪く変えることもできる、でいい建築っていうのは未来を先取りしていることだろうと思いますね。なるほど。次の8年間ですね、2030年までの間、この間私はとても我々にとって重要、建築家だろうが建築家以外もですね、とても重要だと思います。つまり社会の変動、大きな意味で人口が変わるっていうのは、消費も変わるし働く人も減るし増えるし、ある一定の変動なんですね。でそれがここ30年がギュギュッとブレーキがかかり、また下り坂になっていくという場面です。でこのあと8年すると一方的に下がってきます。
だからこの今変わる時が実は大事なんですね。まあ私多分この2070年も生きていない、生きてたら110歳生きてるかな、平沼さんの100歳。非常にまあ楽しい平和な7000万人の国になったらいいなと、若い人はそうしてほしいし、まあ、私は今考えることで、まあ、それの一助になればいいなというふうに思いながら、まあ、日々考えているというところです。もう大阪が誇る世界のランドスケープデザイナー忽那さんが来てくださっているので、ちょっと質問締めていただけませんか。あの今日は出てきませんけど、農業公園みたいなやつやってたり、外空のデザインもやってたり、仕事としても、もう建築以外の仕事をやってて、まあ、その辺の新規探索傾向、最大マックス建築家として今一番興味を持っている建築家してみたい領域って今何ですか。まあ、まさに今取り組んでいるのでね、忽那さんにもお話をしたりしてるんですけど、今関心持って やり始めているのはね、ゴミ処理ですね。ゴミ処理を我々が取り組んで、まあ、少しでもこう解決していく、まあ、そういうことはできないだろうかというのが今最もちょっと一つ関心を持っているところですね。その前ね、随分地熱発電に関心持っていて、地熱発電見にアイスランドまで行ったりしてたんですけどね、これなかなか手強くてですね、まあ、別に忘れてはいないんですが、まあ、それと直近はまあ日本のゴミ問題たくさんありますから、まあ、それをそれに今取り組んでいるというところです。まあ、建築家ってどんな職業かって、未知の課題、未知の問題にチャレンジする人、うん、これいろんな問題とチャレンジ、宇宙行くのもあるし、医学の問題もあるけど、いわゆる物理的な空間によってチャレンジする人が建築家ですね。もう覚えれるぐらいシンプルに言ってくれますね。はい、それでは遠藤先生、本日はありがとうございました。皆様、大きな拍手をお見送りください。どうもありがとうございます。ありがとうございます。